どうも、ハピネスワークのハピネスです。ウォーフレームソロサーティーコーディング実況プレイ。いきなりクロマ、さあ、今日週間、7日目最終日。おー、この手のひらで、あー、ちょっと待って、ドアップになっちゃった。この手のひらで、君の、そのなんか唇をブルーってしたい。はい、というわけで今回来ております。フォーリット軍隊を打破せよ。耐久強化された属性攻撃耐性、磁気ダメージ付き。まあこれはね、磁気ダメージなんだけど、攻撃食らなければ大丈夫です。感染体なんでね、相手が。ね、救出放射線障害、潜入敵アーマー増強ということでね。まあ後半に行けば行くほど少し戦闘が少なくなるっていう感じなのでね。まあ気楽にできるかなと思います。じゃあ装備は整えてレッツゴー!さあ行きましょう。耐久10分間。俺、クロマだから、全員、パクパク食べちゃいたい。オッケー、行きましょう。さあ、威力重視のクロマ先生で、今日は来ておりますよ。まあ、インフェステッドインピーダンスをね、つけてもよかったんですけれども、まあ、それをつけてしまうとね、ちょっと、元のね、収容量が足りなくなってしまうので、今日はエネルギーサイフォンをつけております。近接武器にはタトゥーを持ってきて、セカンダリにはバイパーレイス。で、プライマリにはバルカーレイスと、今、バロ吉がちょうど持ってきている、ものっていうのかな。今、バロ吉が持ってきている武器をね、持参してみました。今日はこれを中心で使っていこうかなと思います。うん。まあね、強力な武器に変わってくれるのでね、この、モッドさえ揃っていれば。そう、で、結構ね、今、ヘッドショットをやればやるほど、いい感じで、強いですよっていうスタイルになってますね、バルカーレイスに関しては。これフォーリット来ないかな。でバイパーレースに関しても連射性は高いんだけど、それがゆえに弾切れも早いっていう銃でもあるんでね、その点は気をつけていかなくちゃいけない。ファイルー、おおイエー。さあ10分長いよ。10分長いし戦場が狭いからね、そんな機敏な動きができないのがちょっとデメリット。なんか行き止まりの部屋欲しいな。ここだと戦いづらいな。ちょっと見えづらいよね、画面的にもね。あ、ここでいっか。ここで戦いましょう。うん、後ろからリスポーンされることないし、ここで戦おう。毒もやってこいよ、毒も。ちょ、バイパーレイス、もうちょっとマガジンが欲しいな、これ。まあそういう時にね、今バロキチが持ってきているマガジンサイズプラス 55% のプライムドモッドがね、あるといいのかもしれないけど、こう相手をとどめを刺すのにもう少し気持ち弾が欲しいなって感じだよね。まあ、タツに関してはもう優秀なので、ただちょっと放射線攻撃が入ってる分、敵にダメージが通りづらいかなと、感染体にはね。そんな印象もなくはないですが。おお、やばいやばい。おお、やばい。おお、やばい。まだまだこんなもんじゃねえ。オペレーターとジョイ。オッケー。あー、バフ切れたわ。バフ切れる前にこのネタを終わらせようと今すげえ意識してたのに。うんうん、なんでなんで毒くれ。ありがとう。あ、ディスラップが来ましたね。ディスラップとどめ。オッケー、41万ダメージ、すごい。がっつりヘッドショットで当たったって感じだな。よしよし、オッケー。お前は倒すに限ります。でもタツが強すぎるな。おお、すげえ。ダメージでけえ。やばい、ヒーラー系をあの速度で倒せるのやばいね。一撃ヘッドショット狙っていけるでやっぱりいいね。てかこのリッチが結構もうナイス。3本供給まで待ちましょう。やばい、トクシックエンセンス。オッケーオッケーオッケー。ヘッドショットではなかったが倒した。オッケー、貫通距離もいいね。あおあお、何、一撃でないだと。ああ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 、トクシックだ、トクシックだ、トクシックなんかコーナー。はい、オッケー。やばい、追い詰められてござる。お、やったね、バフ。よし、いいぞ。ファイル、クレジットが溜まりましたね。この狭い戦場に関しては本当トキシックの戦場って言っても過言じゃないからな。本当に厳しい、あいつに追い詰められるということが。でももうすぐ折り返し、あっという間です。カモン、カカカカモン、バイパーレースでカモン。おら、おい、おい、あれ、おい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 、よし、いいぞ。バフがかかったクロマをよく見ろ、よく見ろ。バフかかってもバイパーレースこれか。ちょっとな、これガスダメージにしてくるべきだったな。今腐食ダメージなんですよね、バイパーレースが。はいはいはい、ダメか。
ったよ。いかーん、バイパーバルカーレイス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 、ぬー、あー全然通らない、ダメ、痛い、やめよう、やめようね、やめようね、オッケー、おう、おい、やばいやばい、ディスラプトされてる、ディスラプトされております。ちょい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 、ここやばい、追い詰められた、俺はすでに追い詰められている。まだまだお前らを倒すことに長けている俺は諦めない。痛い、バフかけ、オッケー、危ねえ、ディスラプトされるとこだった。はい、あのディスラプに攻撃されたらね、マジでそのまま持っていかれますからね。意外に磁気ダメージのせいでダメージがでかいですよ。さすが属性攻撃耐性、よし、危ねえ、トキシックビームやられてるとこだった。オペレーターがクッサッつって死んじゃうやつね。危ねえ危ねえ危ねえ、どこ敵、どこ敵、どこ、ちょっと待って、もうエンシェント系出てきすぎ、こいつら多分ね、俺ハロウィンイベントのせいで戦いたくないんだよね多分本当は実は飽きてる気がする。エンシェントさえいなきゃ大丈夫。このドア1枚邪魔だな、やめてよ、ねえやめてよ、あんまり僕を引っ張んないでよ、おら、よし、いいぞ、オッケー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 、仕方がない、お前らに目に物を見せてやろう、インペリアルターバンダル召喚でござる、インペリアルターバンダルでござる。やばい、時間がないでござるか、お、ござる、見てなかったでござる、時間を、今行くぜ、待ってろよ、生命維持装置、これ間に合う、いや大丈夫大丈夫、間に合わせる、そう、間に合わせてなんぼだ男は。うおー、スタート時点でずーっとなんかいろいろやってたぜ、ふっ、よし、間に合った、危ねえ遊びすぎだわ俺、もうネタやりたいがゆえにちょっとピンチになってた今。よかった、ギリギリで気づいて、よし、いいぞ、インペリアルターバンダル、おお、オッケー、ちょ、ここ戦いづらいな、こっちの方に行こう。せいや、強っ、やっぱ強いですね、本当にこの武器優秀だわ。発射速度とかね、上げるとより一層強くなるからね、いいよね、いいよね。ああ、後ろにいた、なんてこった、しかもトキシックかよ、よし、走者、うわー、寄ってくんな、よくあるゾンビ映画だね、うわーつってそのまま食われるやつ、やめろ、いや、すげえ安定してるもんね、しかもリコイルなんて皆無だし、 OK、 はいはい、任しとけって、毒くれ、ありがとう、お、どん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 ナイトウェーブのタスクが処理されていきます、素晴らしい、ああなな、うっせー、もうやだ、感染隊、狭いところで戦う感染隊だけはやじゃわ、もうやっぱ寝起き一発にやるもんじゃねえな、ウォーフレーム、ちょっとこう肩、じゃあ指を鳴らしてからやるべきだな、なんかいつも言ってる気がするけど、これ、よし、オッケー、あと2分、ウィーン、あと2分、やめろ、俺のエネルギーを吸い取ることなんて許さねえ、さあそろそろ飽きた、よし、オッケー、さあそろそろ供給しなきゃだけど、本数的には全然余裕、あと1分だしね、1分もあるし、もう回すか、オッケー、まだ近くにももう1本あるからね、余裕だね、さあ来い、アンプのレベルがマックスになる、メッキができる、嬉しい、お前メッキの肥やし、危ねえ、メッキの肥やしにしてやるぜ、熱いだな、いてててててて、聞きません、聞きませんでゴリラ、ウフホウホウホ、オッケー、よし、1分切ってるね、姉さん見えない時間が、オッケー、あと40秒、オッケーオッケー、まあ生命装置は帰りの分燃料回していきましょうか、いてムカつく、磁気ダメージ、ディスラップもいるし、おまけに磁気ダメージだしっつってね、そう、オッケー、でもこの装備でいけるっていうのも強いよな、本当に、クロマのバフがかかったりかかってなかったりしてますけれども、まあ現状ね、このバルカーレイスの攻撃も通じているし、まあバイパーレイスはちょっと微妙ですけど、オッケー、さあ、あと10秒、死なないように気をつけたい、うわっ、危ねえ、ふっふっ、よし、いいぞ、いいとどめだ、全然バフがかけらんねえ、エクシマスゴンバンバン出てくるから、よし帰りましょう、時間も余裕でたっぷりあります、安定してた、嘘結構ねネタを求めるがあまりにいろんななんかあれやろうこれやろうと
こうちょっとなんかいろんな動きをしちゃうもんだから、そのせいでねガバガバになる時もたまにありますね、実況中はね。オッケーです。じゃあ次救出で残り潜入という感じでね、まあ潜入ミッションに関してはちょっと木星の潜入なんでね、そこだけ気をつけたいって感じかな。よし、じゃあ次のミッションもクリアしていきましょう。さあ行くぜ、放射接触会の救出。 OK、 クロマは負けない。アタカークバカラーのクロマを作ってみました。いやー、クボロク、クボ、クボ、だだだね、ク、クボラですね、クボラ、そう、クボラ、クバカラーのクロマ、クボラですね。 OK、 クボ、クボ、まあ言ってグリーンアタイルなんでね、まあワーデンに気をつけながら行きたいと思いますね。おい、感染体にも気をつけて、エネルギー減少とかね、最後の最後になかったのは幸せだね。ただね、本当に戦うミッションじゃないのがちょっと悲しいかな。耐久消滅機動防衛でも今回良かった感じだけど、完全に戦いますみたいなね、まっしぐらーなやつ。まあ、すぐ着くと思うんでね。向こう着いてからバルカーとかに一撃で撃ち落とされないように気をつけたいやつだね。オッケーです。もう着きます。っていうか敵いねー。よし、いいぞ。着きました。バフかけ。オッケー。さてさて、やばいやばい、怖い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 。あー、正面来ちゃったけど、まあいいや。やばい、ちょっとドラム缶邪魔、調子が狂った今。オッケー、ふんぬ、オッケー、到着。危ねえ危ねえ。いや、すげえ使いたいサイファーを。サイファー、サイファー、サイファー、いる？よいしょ、一発。まあそうだな、じゃあ正面切っていくか、俺らにはそれができる。さあ正面玄関切って帰るよ。なんたって僕の名前はクロモだから。敵いた、ふっ、そこ、バフがかかってないがお前は倒せる。よし、いいぞ、いるぜそこに。俺のバルカ受けてみろ、いって、おう、バルカ、うわー、いた、よし、今始まる、せい、よーはー、バカ野郎、危ねえ危ねえ危ねえ、まだいるぞ、まだ奴らはいる。ワーデンを潰せ、ワーデンを潰すのが俺らの任務だ。いた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 、めっちゃ撃ってる、ふっ、いいぞ、ふっ、何、ドアが閉まっただと、へっ、ファイヤー、クバカラでファイヤー、まだいるな、ふう、見つけちゃいましたよワーデン先生。どこ行くの、僕の相手してねえ、僕のヘッドショットの相手してよ。倒せる、よし、全員倒した、オッケーオッケーオッケー、うん、まあどんだけ狙われても大丈夫なクロマね、ちょっと証明しておきたい、証明するっていうかちょっと残しておきたいよね、動画にね。オッケーです、あとは防衛対象を変えるだけ。っていうか何気にあの男全然ダウンしなかったですね、意外に戦わせてたけど、やっぱり感染隊がね、そのワーデンと相手になってくれてるっていうのはすごく救出ミッションもやりやすいよね。その賛成力がいるから自分含めて、その分ねこっちが狙われないで済むみたいなね、そんな感じでした。じゃあまああっという間に終わっちゃった救出ミッションですけれども、最後の潜入行きましょう、木星ね。あれはな、ちょっともう自分との戦いだからね、気をつけていこう。猫パンチ、クロマの猫パンチ、行きましょう。さあ感染体はね、非常にレベル100で出てくると何が厄介かっていうと、敵を全滅させてからじゃないと潜入ルートに入るのは危ないよっていう感じですね。そうじゃないと潜入ポイントの中で戦ってると警報鳴らされちゃうんでね、それは気をつけないといけない。なんと敵荒らしい、本当だよ、まとめて掃除してやるわい。あ、やべ、オッケー、まあとりあえず潜入ポイントの近くまで行ったらコンソールの目の前では、おーい、戦わないようにしてなんとかやるって感じかな。ジャガノかよ、めんどくせえな、それは。それは、あ、ありがとうございます。いや、ジャガノ来ちゃうかな、これ。ジャガノフラグ解いてからがいいな。落ちていけー、いいぞー、全員倒したかな、こっちの部屋にも誰もいない。よし。なんとかいけそうですね。オッケーオッケー。きれいさっぱりにね、それこそ掃除してからじゃないと危ないので、行きましょう。あとはいつもの潜入ミッションみたいな感じ。ここは確かコーパスがいるんだったかな、普通に。通れる道から行きましょう。ごめんなさいね。一撃ではない。まあ、余裕だね。オッケー。よし。あとはバランスを見ながらの戦いだ。はい。はい。オッケー。やばい！Multiple targets ahead。よし！オッケー。あとは奥のやつに見つかってるはずだから。うまい！危ねえ、オッケーオッケーオッケー、全滅した。怖え、
潜入フレームじゃないから、潜入フレームじゃない木製タイルの潜入ミッション、これだけ怖いとは。やばいなマジで、ちょっと信じられない怖さだわ。え、なんで来たんだお前。やばいやばい、これはまずい。そんなとこにいんなよ。よし、危なかった。危ねえ、当たるとこだった。とりあえずこれを切ろう。よし、来るんじゃねえ。危ねえよ、こんなとこで叩かせたらマジで警報鳴らされるからね。ほんと誰が鳴らすんだっていう勢いだけど、ほんとに危ねえわ。潜入ポイントで戦ってるっていう環境自体が俺にはトラウマすぎる。よし、これで解除できた。危なかった今。よし、あとはここまず1個目回収。あー危なかったー、怖いよ、邪魔ー、見えない。よし、いいよ。さあ、あと2つ、あと2つもね、ちょっと敵とあんまりね戦おうとか全滅を狙おうとするとそれはそれで見つかる原因になるから気をつけないといけないね。全滅しちゃってまー、ごめんなさいね。全滅した、オッケー、誰も来ないことを祈るばかり。ここはどのタイルだ、あの2つの道が分かれるやつか。氷ルートから行きましょう。今回ステルス武器も持ってないからね、それもいかん理由の一つ。痛い、あー見つけないで俺を。さっさと行こう、エクシマスもいるのか。あーっとカメラに映ったかなまあいいや、ここはもう速攻で。よし、ちょっとゴリ押しになっちゃった。感染隊やりづれマジでやばかった。ちょっとカメラに映らないようには若干気をつけてたんだけどね、あれは映る要因になってしまったな。危ねえ危ねえ。よし、クロマが木製のタイル苦手なのがよくわかります。これ、うわあびっくりした。さ、最後の潜入ポイントつきました。まあこれはね、これはなんとなく、あ、やばいやばい、ちょっと待って、ガバガバになってる、やばい。やっぱ寝起き一発ボーフレームはいかんな、何回言うんだって話だけど。よし、行きやすせー。おう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 、怖いわー、いつも通りの道で行こう。もう今日は遊ばない。いや感染隊やめてくださいよ、怖いですから。あいつらステルスキルするのにもな。え、なんで来てんの、どっから俺のことを把握したのお前は。これレーザー当たるからさ。よし、危ねえ危ねえ、あー怖い。もう構わないで俺にって感じ。よし、見つからないのが一番。撃つんじゃねえよ、やばいやばいやばい、やばい匂いがする。よいしょ、よし、いいぞ。ほっ、スピード勝負、見つかってるからね危ねえ、感染隊やばすぎだろあいつ。よし、大丈夫そう、いけそうよ。あー怖いわハラハラドキドキでございました。よーし、よかった、もうデスキューブ連れてこなきゃよかったな。いや、センチネル解除しようと思ってたんだけど、まあいいかと思っちゃった俺がいたんだよね。そう、考えはしたんだけど、まあ大丈夫だろうみたいなね、そんなこと思っちゃってましたね。まあ綺麗にいけたと思います。3つ目と1個目はね、ちょっと2つ目は完全ゴリ押しでしたけれども、あのね、まあでも3つ目ってこれあんま敵いなかったね、それだけが救いでした。もっとゴロゴロいるかなって思ったんだけど。よし、じゃあ帰りましょう。報酬何か楽しみです。お疲れ様でした。というわけで今回はあなさ、なんとなく分かってたあなさだよねーねー、あなさ。はい、ここまでのご視聴ありがとうございます。お疲れ様でした。というわけでね、今回持っていったクロマは全部威力重視でした。はい、まあ詳しいねビルドの構成とか運用に関しては別途ビルド紹介動画がありますので、そちらを参考にしていただければと思います。動画説明欄とコメント欄に動画の URL 差し込んであるので参照してみてください。こんな感じですね。まああのグリニアとかの相手の場合はね、オーラモッドがコロサイブプロジェクション、こういうやつに変わるっていうのもあるので、まあこの辺りはまあ曲線変えたりとかっていうのもあると思うんですけど、まあそこはお好みになるのかなと思います。はい、まあ今回バルカレイスだいぶいい火力誇ってましたね。俺は基本的に増強モッド家族天皇から共有してもらっているヘッドショットでね、ダメージが上がるスタイルにしております。そう、増強モッド共有してもらったり、死者とかナイトウェーブで来たやつですね、増強モッドヘッドショットのダメージが上がるよとかでいいダメージ出てました。おまけにクロマのバフもかかればね、その分火力が上がってたので安心の火力ですごくいろんな場面で任せられましたね。タツに関してはまあバーサーカーとか
入ってる状態で、まあマイミングストライクはちょっと変えようかなと思ってるんですけれども、こちらはリスナーから共有していただいているモッドになりますね。ありがとうございます。そんな感じになりますね。腐食ダメージと放射線ダメージ、まあ放射線はもともとですけれども、ヒーラー系をあっという間に倒せるようにということで腐食ダメージを持っていってました。はい、というわけで今回もお送りしたのはハピネスダークのハピネスでした。また次回のソーティーミッションでもお会いしましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴ありがとうございます。今回の動画面白かった、参考になったという方はぜひ評価ボタンや感想コメントお待ちしております。今後もね、ウォーフレーム動画出していきますので、チャンネル登録等もよろしくお願いいたします。またね、バイバイ。